さあ、2月の26日、いよいよもうすぐ、メンゲーラボの春、人は早く増えてたがありますけれども、これはプリムラ、ポリアンサですね。ポリアンサ、このようにいい感じの花なんですけど、これをなんと、園芸ラボのクイズラリーの景品の一つでございます。景品というかクイズラリーでもし正解された方はお持ち帰りできる花なんですけども、プリムラは前回の園芸ラボの動画の中にもご紹介しましたマラコイです。マラコイですとポリアンサどう違うのっていうことなんですけども、ポリアンサ自体はヨーロッパの自生地数種類の桜草というかプリムラの仲間を元に交配された非常に歴史ある園芸品種なんですね。こんな感じのよく似た花でジュリアンというのがあるわけなんですが、実はジュリアンというのはこのポリアンサにさらにジュニアニという品種を掛け合わせてジュリアンになったわけです。で、昔ジュリアンというのは非常にこれよりちっちゃくて花付きの良いものがジュリアンの特徴だったわけなんですけど、だいぶちっちゃい鉢なんですよね、こんなね。ところがもう現在ではもうちっちゃいやつがジュリアン、大きいやつがポリアンサということで、パンジーとビオラみたいな関係、大きかったらパンジー、小さかったらビオラみたいな感じになってます。で、最近のポリアンサっていうのは非常にでかくて、一つの花が7センチじゃんですね。これは大輪系の品種っていうことで、オーシャンっていう系統だと思います。こんだけたくさんいろんな花ありますから、ぜひポリアンサお家へ持って帰って栽培してあげてください。お家へ持って帰ってからの手入れ方法です。このようにスリーブをつけたままですと、中お日様が当たった時とかに中が蒸れてしまうので、スリーブを取ってこのような状態にしてあげてください。このような花茎が株の下から出てきてますね。こっから取って、咲き終わった花を取ってあげてください。これで花が咲いたら取って、花が咲き終わったら取ってってしていただくことで、だいぶ花が長持ちいたします。そしてプリムラ自体は日当たりを好むので、日当たりの良いところに置いてください。寒さには強いですけども、霜に当たると花や葉っぱが焼けてしまいますので、霜、雪の当たらないところに置いてください。ですから日当たりの良い軒下に置いてください。低温注意報や霜注意報が出てる時には室内に取り込んであげてくださいね。で、非常に花の期間が4月いっぱいぐらいまで続くので、液肥を2週間に1回ぐらいずつ10倍くらいに薄めたやつをやっていただきたいと思います。本来はプリムラっていうのは、ポリアンサっていうのは多年草なんですね。で、日本では夏弱って枯れてしまうわけなんですけども、例えば落葉樹の下地際とかに直接鉢を、花が終わったら植えておいていただいて、木陰のところに置いておくと結構夏越すことが多いんです。で、ただし夏乾かしちゃダメなんですよね。で、ある程度夏場はそういうところに植えておいて、また秋口になったら鉢に再度植えていただくことで多年草としての扱いができる場合があります。ぜひ皆さんも試してみてください。ポリアンサお持ち帰りしたくなったでしょ。じゃあそういう方はぜひ園芸ラボへ行って、ポリアンサクイズラリー挑戦だ。